はい、どうも、こんにちは。沖縄オパッパです。はってしましたね。はい。かわいいですね。ねえ、パナタン。はい。はい、皆さんどうも、こんにちは。えっ、ー、とですね。えー、これもライブドアニュースなんですけど、やっぱりね、大変なこと起きてます。はい、えー、どうやら、今ね、えー、病の院ですね。はい、ホスピタルにいる、 看護師さんたちですね。看護師さん。はい。えー、この方たち、えー、大部分の人々がもう辞めたいと感じているようです。はい。えー、理由は、人手不足です。はい。わかりますでしょうか人手不足です。はい。その他にもね、夜勤が大変だとか、まあ、いろいろあるみたいなんですけど、主な理由は、 人手不足です。はい。始まってきましたね。医療機関も。えー、一番最初にね、えー、でしたからね。あれでしたから。はい。でもってですね、もっと、まあ、これもまあ、あんまり行かない方がいいっていうのは、ここら辺のことなんですけど、えー、どうやら、カウンのゴッシーさんですね。えー、いわゆる、医療のね、ミスですね。 医療ミスでございます。こちらをね、したことがあるとか、もし,もしくはしそうになった、ニアミスですね。えー、90%近くです。90%近くです。来てますね、これね。はい。えー、例外ではないということですね。 菅のゴッシーさんもね、看護師さんも、えー、いわゆるね、えー、ブレインファグですね、ブレインファグ。はい。ブレインフォグだったかなはい。えー、いわゆる脳の霧ですね。はい。これが起きているということです。例外はございませんということです。はい。わかりますよね。もうこれ崩壊間近ですよ。 はい。まあ、こんな、まあ、以前にもね、ありますけど、その、医療のね、あの、いわゆる、ミスしそうになったとかね、ミスったっていうことは以前もありますよ。はい。えー、こういうことになる以前もありました。でも、こんな高い数値じゃありませんでしたね。はい。 なんと90%近くですよ。危ない、危ないって感じです。でね、えちなみに、えー、菅のごっしーさんたちね、はい、もう疲れ果てていて、いわゆる、まあ、心ですね、心の病ですね、心の病の病院に、まあ、通っているとか、 もしくはね知り合いにこの通っている人を知っているとかそういう人たちがもう70%ですはいわかりますよね私が言いたいこともう自分の健康は自分で守るしかありませんはいそういうことです頼れないということです はい。自分で守りましょう。自分で健康でね、いられるように、健康を保つことができるように、自分で努力して工夫して生きるということが、これから重大な課題になってくるということです。 まあ、そのためにもねいろいろなこう薬膳の知識とかあまあ漢方薬の知識なんかね、えー、あるといいです。まあ西洋薬にはあ飲み合わせが非常にね、えー、あってまあ、それによってはね皮体質によってはあいろんなね障害が出やすい方がいらっしゃいますんで、えー、まあ,あ一番いいのはね食べ物です。はい食べ物で何とか普段の不調をね え、こう改善していくといったね。そういう方向性非常に、あのー、いいんじゃないかと思ってます。はい。もう頼れなくなってきました。こちら、あの、ライブドアニュースなんで、えー、そのまま貼れますんで貼っときます。えー、必ず見に行ってください。こういう状況です。今、日本は。はい。始まってます。はい。<laughs> 始まりましたね。 ああ、もう始まった感がね、えー、もう本当おお、始まった感がもうね、えー、もうどうしようもないですね、これね。はい。えー、そういうことなんで、皆さん頑張りましょう。自分の健康は自分で守りましょう。 そしてねえ、自分の体のことをよく見つめて、えー、よく知ってね、えー、どうすれば不調を乗り切れるかあ、いろいろとね、お勉強していきましょうね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。